はい、2023年の抱負ですけどもね、年のせいにしないというのを私の抱負にしたいと思います。39になる年ですんでね、40歳へのカウントダウンが始まるわけなんですけども、最近ですね、口をつくともう若くないとかですね、お酒が弱くなったとか、怪我が治りにくくなったとか、そういうちょっとね、年齢を感じさせるような愚痴が多いんですね。まあ、そういうものを極力減らしていってですね、もうパッと明るくですね、元気な40代を迎えられるようにしてまいります。新年おめでとうございます。今年で40歳節目の1年となりました。いろいろと四十にして迷わずとは言うものの、迷うこともまだまだ多いと思います。そんな時はちょっとは立ち止まってもいいかもしれませんが、最初に思ったことを大事にしてパッと即断できるように1年歩んでいきたいなと思います。新年おめでとうございます。今年は完全にコロナが収束することを信じて、仕事では今までリモートで距離感があったのをより密着して、そしてプライベートの方ではそろそろ海外旅行に行きたいと思います。だっとポポポポポ影です。ウサギになってますか？私の今年の目標は咀嚼をすることです。一つ目は、私早食いすぎるのでゆっくり噛んで食べること、そしてもう一つはいろんな物事を噛んで吸収してお伝えしていくことです。でも去年もこの目標を立てたんですが、あまり実行できなかった気がします。うー詐欺と言われないように今年は有言実行していきます。小玉さんばりのやられたぜ。皆様明けましておめでとうございます。物部純子です。今年はうさぎ年ですよね。うさぎのようにぴょんぴょん県内各地を駆け回って、さらに飛躍の年になるようにギアを上げて頑張っていきます。今年もどうぞよろしくお願いします。皆様明けましておめでとうございます。今年も四国放送ではテレビ、ラジオで地元徳島の情報をたっぷりとお届けします。今年も四国放送をどうぞよろしくお願いします。